あ、もしかしてまだ顔と名前一致してない？あたいは成宮圭、よろしくね。はあ、それで何か用ですか？用っていうかさ、白井、もしかして一緒にご飯食べる友達がいないのかなって思って。ほら、白井って初登校の時期がみんなとずれてたでしょ？グループが出来上がってるところには声をかけづらいよね。だから白井のお弁当相手に立候補しに来たってわけ。そう、でもごめん、今日は先約があるから。ありゃ、そうなんだ、残念、タイミング悪かったか。白井、元気なさそうだったからちょっと心配だったんだよね。でも話し相手がいるなら安心かな。うん、ごめんね、心配かけて。いいよいいよ、あたいが難しい顔してる人を見つけると黙っていられないってたちなだけだからさ。話すだけですっきりすることだってあるんだから、悩み事があるなら遠慮なく相談して。うん、じゃあ私これで。うん、友達によろしく。それじゃあ今日はここまで。ねえ白井、今ちょっといい？え、何？さっきはいきなりでごめんね。親しくない人間に話しかけられてびっくりしたよね。あのあとあたいも友達に言われちゃってさ、ごめんね、もっと白井のこと考えるべきだったよ。いや、そんな。まずはあたいと白井が親しい関係になるところから始めなきゃね。え？白井だってみんなと話したいでしょ？あたいってほら、それなりに友達多いしさ、紹介もできるし、そしたら白井ももっとクラスに馴染めるんじゃないかな。気持ちは嬉しいけど、そんなに構ってくれなくても。そんなわけにはいかないよ。元気がないクラスメートを放っておくなんてあたいにはできない。だから、そう、うん、まずは自己紹介からだよね。あたいの名前は成宮圭、バスケ部所属で、好きなものはバスケに限らずスポーツ全般。白井は体を動かすの好き？普通。そっか、白井ちょっと運動苦手そうだもんね。普通だって言ったじゃん、なんで苦手なことにされてるの？で、逆に嫌いなものはちまちました細かい作業かな。そんなに器用じゃないからさ。それから好きな食べ物は何なのこの人、さっきから自分勝手に絡んできて。白い？だいたい私は白い。
またぼーっと考え込んでたよ。体調が悪いなら保健室に連れて行くけど。別に大丈夫だよ。それならいいけど。何？さっき友達を紹介するって言ったでしょ。今はいいよ。でもさ、友達作るなら早い方がいいって言ってるじゃない。私のことは放っておいて。悩んでるってわかるなら悩ませてよ。誰もが手を差し伸べてほしいわけじゃないってあなたにはわからないの？話してって言うけど、あなたに話したって解決できない悩みなの。姫ちゃん！ユズ、追いかけよ。ひなちゃん、大丈夫？ありがとう。でも大丈夫。成宮さん、ちょっといいかな？ケイでいいよ。うん、じゃあケイ。ほい。個人的な問題なのに、気を使ってくれたのに八つ当たりしちゃって。なんだ、そのことか。なんだって、あんなに当たり散らしたのに。あんなことであたいは折れないって。それにね、白井が怒るのもわかるよ。人に言えない悩みを抱えている時にあんなにしつこく迫られたら怒るよね。友達にもまた注意されちゃった。だから白井の相談役はきっぱりと諦める。その代わりに白井、あたいと一緒にスポーツしよう。は？スポーツ？なんでそうなるの？思いっきり体を動かせば大抵の悩み事は吹き飛ぶからね。相談役にはなれないけど、気持ちを楽にすることはあたいにだってできる。白井、あんまりスポーツ得意そうじゃないし、あたいがいろいろ教えてあげるよ。私、これでも体の動きと体力には自信があるんだけど。そうは見えないけど。成宮さん。お、西田、どうしたの？
ひなこちゃんは今はちょっと休んでるけど、子供の頃からずっとバレエをやってたんだよ。それはもうすごかったんだから。ちょっと早苗、そのことは。意外、その身長でポジションどこ？身長ポジション、バレーボールでしょ。サラサちゃんの時大騒ぎだったのに間違える。その時ちょうどケイちゃんいなかったような。バカにしてるの？ごめんごめん、そんなつもりはなかったんだけど。でも白井の怒りもよくわかった。よし、じゃあスポーツで勝負しよう。は？どうしてそうなるの？その人間がどれだけ努力してきたかなんてのは、体の動きを見たらすぐにわかるからね。いいよ、そこまで言うなら勝負する。せっかくだし勝負に条件をつけよっか。その方が燃えるからね。乗った。私が勝ったらどうしよう。今考えなくていいよ。何でも一つ言うことを聞いてあげる。代わりにあたいが勝ったら、白井はもうちょっとクラスに溶け込む努力をしてもらうよ。いいよ、絶対に負けないから。あたいだって本気で勝ちに行くからね。勝負する競技は白井が決めていいよ。それくらいのハンデはないとね。その言葉絶対に後悔させるから。ひなちゃん楽しそうだね。ムキになってるだけのような気もするけど、でも考え込んで元気ないよりもずっといいよ。うん、そうだね。今回の勝負絶対に負けられない。ああ、ひなちゃん気合入ってるね。大事なものをあんな風に言われたらライムでも同じ反応するよ。ひなちゃん、勝負の種目はどうする気？種目か、どうしようか。せっかく選ばせてくれるんだから、ひなちゃんに有利な種目にしようよ。うん、最低限足の負担が少ない競技にしないとね。そうなると球技とか陸上競技は難しいかな。球技って時点で相手に部があるよね。バスケ部だし。球技、陸上競技を除くと格闘技とか？本当に戦ってどうするのよ。リフレクターになれば余裕だよ。ダメ。ごめんごめん、冗談だよ。あ、そういえば明日プールの授業あるよね。水泳ね。なるほど。うん、それなら公平かも。ひなちゃん、水泳得意なの？苦手ではないかな。
リハビリでは泳いだり水中を歩いたりしてるし。じゃあ決まりだね。そういえばひなちゃん、勝ったら何をお願いするの？トレーニングを手伝ってもらうとか？それはまだ考えてない。ライム、これは勝負することに意味があるんだよ。そうなの？そうなの。でもひなちゃん、クラスのみんなと仲良くするのは嫌なの？うん、売り言葉に買い言葉になっただけ。そっか。それじゃあ私はケイに伝えるから先に戻るよ。何かするかな。
任せて。自信ないかな。どうかした？
横になろうかな。白井、調子はどう？絶好調だよ。稽古こそ大丈夫なの？もちろん絶好調。勝負の日にコンディションが整ってないのは相手に失礼だからね。お互い言い訳できないくらい調子は良さそうだね。調子良くなかったら降りるつもりだった？まさか。それでこそ。始まる前から火花散ってるね。やる気十分だね。はい、皆さん、まずは準備体操をしてください。よし。うわ、何それ、白い、タコみたい。わあ、やっぱりひなこちゃんはすごいな。何、柔軟は基本でしょ。ほほう、どうやら運動ができるっていうのは本当みたいだね。どうだ。どうしてユズが得意げなの？柔軟に集中してるひなちゃんの心を代弁したの。あなたたちも柔軟しなさい。すみません。よし、みんな上がったし、そろそろ勝負を始めようか。いつでもいいよ、私は準備万端だから。いよいよだね。私がドキドキしてきたよ。ルールを確認するよ。 50m ターンの時に5秒以上の差をつけた方が勝ち。 OK？大丈夫だよ。あれ、50メートルの競泳じゃないんだ。うんうん、ちょっと特殊なルールかもね。僅差だとどっちが勝ったか分かりづらいからね。ということは同じくらいの実力だったら持久力勝負か。お昼休みなくなっちゃわない？それじゃあ始めるよ。審判は、決めてなかったね。西田、お願い。わ、私？タイム見てればいいの？ライムたちも手伝うよ。あれ？白井、飛び込み苦手？まあ、そんなとこ。そっか、ひなちゃん。これは、不利になっちゃうね。
これで言い訳は成立しないっと。絶対に負けない。あたいこそ正々堂々いい勝負しようね。それじゃあ行くよ。スタート。ひなちゃん頑張れ頑張れ。ひなこちゃん、あ、審判は平等じゃないといけないんだよね。どっちも頑張れ。本気だ。だったら私も本気で答えなきゃ。差が縮まらない。水泳部ほどじゃないけど、やっぱり K も運動部だよね。勝負どころを見極めないと。ここじゃ勝負してこなかった。 K の心理を読むなら持久戦を仕掛けてくるつもりかな。どうする、次で勝負に出る。でも引き離されないので精一杯なのに、どうすればいいんだろう。持久戦に応じて勝機を伺う。どうして顧問に。ひなちゃん、よかった、無事に合流できたね。ユズ、ライム、どうして、一体何が。まさか、K が暴走を。ううん、暴走してはいないみたいだよ。え、でもそれじゃあどうして。わからないけど、多分ひなちゃんが無意識に指輪の力を使っちゃったのか。もしくは、K ちゃんの感情と共鳴したのか。つまり、放っておいても大丈夫ってこと。絶対に安全というわけじゃないけどね。でもせっかく来たんだし、ついでにフラグメント探してみない。安全な時に取るのが一番だと思うし。だけど勝負が。現実の時間は動いてないから大丈夫だよ。それともひなちゃん、すぐ勝負に戻りたい？うん、大丈夫。探しに行こうか。落ち着いて、気持ちを途切れさせないように。ライムたちは負けない。どうしよう。トラベリーコメント。何をしようか。Thank you.
次はどうしよう。簡単に倒せたよ。えい、始めよう。頑張っていこう。いつも通り落ち着いて頑張っていこう。魔法を出すよ。
に倒せたよ。ライムたちは負けない。頑張っていこう。魔法を出すよ。何をしようかな。全力パンチ。負けない。はっ。簡単に倒せたよ。前向きな感情が暴走することもあるな。これが K のフラグメント。ひなちゃん、お願いできる？うん、わかった。楽しい。白井、運動できるって本当だったんだ。すごいよ、全く引き離せない。白井、出方を伺ってるのかな。正直あたいは今が全力だから、これ以上スピードを上げられたらきつい。勝機があるとしたら持久戦に持ち込むくらい。 K も本気だったんだ。もし白井がまだ余力を残してたら勝てないかも。でもあたいは最後の最後まで、全てを出し切るまで絶対に諦めないよ。だってこんな楽しい勝負なかなかできないんだから、最後までやらないともったいない。K、 私と全く同じこと考えてる。私もその気持ちわかる。 K と勝負してどうやって勝とうか必死だった。これって純粋に勝負を楽しんでいたってことだよね。そういえばこの気持ち、バレエをやっていた時も、楽しくて楽しくて、いつ私が心から求めている世界は、戦う理由か。もうそんなの決まってるよね。取り戻すために。二人ともすごいよね。あれだけ泳いで結局勝負がつかないなんて、人の体力ってこんなに続くんだね。やっぱりひなこちゃんはすごい。やるねー白井。ゲームさすが運動部だよ。自信あったんだけどな。あたいだって絶対に勝てるって思ってたんだけどね。勝負中ずっとお互いに同じこと思ってたよね。お？どういうこと？うん、今のは気にしないで。うん？わかった。さて、白井には一つ謝っておかなきゃね。
謝るって？運動できないなんて言って本当ごめん。もう気にしてないよ。ありがとう。そういえばさ、白井の指輪って何か仕掛けがあったりする？え？どうして？泳いでる途中に光った気がしたんだよ。それは気のせいだよ、多分。まあそうだよね。ごめんごめん、忘れて。さてさて、結局今回は決着つかなかったわけだけど、勝負はどうしようか。やっぱりここは別の種目で再戦かな。水泳以外だと勝負にならないからパスで。すごく有意義な時間を過ごせた気がするな。やっぱりスポーツはいいよね。心で語り合うならスポーツが一番だよ。今ならそれもわからなくもないかな。うんうん、やっぱり白井とはいい友達になれそうだよ。もうひなちゃん焼けちゃうな。ゆず、いきなり抱きつかないで。ゆず、重いって。失礼な。ひなちゃんはそんなこと言わないよ。ということでひなちゃん、あとはよろしくね。え、これ指輪？白井、どうしたの？なんでもない。ケイ、実は渡したいものがあるんだけど。お、何かくれるの？うん、この指輪もらってくれない？おお、これって白井たちがつけてるのと同じやつだよね。うん、友情の証みたいなものかな。するよ。っていうか、もうずっとつけておくよ。そうしてくれると嬉しいかな。さてさて、ひなちゃんと友達ということは、ケイちゃんとゆずたちも友達ってことだよね。え、何その理論。うん、みんな友達になろう。友達は多い方がいいよね。よし、友情の証にみんなで走ろう。夕日に向かって。それは嫌。ライムも疲れるのは嫌だな。だいたいまだお昼だし。みんなもっと体を動かそうよ。これから大変そうだな。